それでは感染急拡大を受けたレベルの引き上げとまん延防止等重点措置適用の要請について説明を行います。説明は湯崎知事です。お願いいたします。はい、本日は今般の感染急拡大を踏まえたレベルの引き上げ、それからまん延防止等重点措置適用の要請についてご説明を申し上げます。最初に現在の感染状況でありますけれども、昨年12月22日に感染者の発生があって以降、非常に急速に感染が拡大しています。特に12月の末ですね、以降ですね、具体的に言うと全2日間の感染者数の2倍以上の感染者が次の2日間で発生しているという状況になっています。右側のグラフをご覧いただくと、こちらは人口10万人あたりの感染者数の推移を過去の感染拡大と比較をしたものでありますけれども、過去のどの感染拡大よりも急速な立ち上がり、この一番左のこの黄色いところですが、過去をまさに経験したことがない急速な立ち上がりを見せているといった状況であります。そして直近の感染を見ますと、感染経路の中心は飲食の場となっています。左側の帯グラフのですね、この青い部分が飲食になってまして、約半数を占めております。それから家庭ですね、このオレンジの部分、家庭が非常に多くなっております。またワクチン接種の状況を見ますと、10代以上の感染者のうちですね、約6割、以上がワクチン接種済みの方でありまして、でこれですね、上のグラフは11月の段階で、これ実はワクチン接種率はですね、あまり変わらないんですけれども、その状況の中で、比較した場合ですね、この時は4割ぐらいだったんで、かなり、ワクチン接種者の割合が上昇しているという状況で、ワクチン接種者においても感染が広がりやすくなっているというふうに言える状況であります。そして、今後の見通しを見ますと、このペースで感染拡大が続きますと、あっという間に過去最大の感染拡大になる恐れがあります。今日からですね、行動変容が起きた場合であっても、このまま2日で2倍のペースが継続しますと、1日の新規報告者数が8000人発生すると、これは1月の16日17日ぐらいですけれども、17日ですかね、8000人発生すると。で仮に、このペースが少し緩やかになりまして、3日で2倍になった場合に、でもですね、2000人1日あたりの患者の発生数が2000人に至ると推計をしております。この黄色のラインが、2倍の場合ですね。で緑のラインが2日で2倍、緑のラインが3日で、2倍ということです。でこれはオミクロン株の影響だと考えておりますが、もうまさに想像を絶するような感染拡大のスピードでありまして、その拡大が緩やかになったとしてもですね、過去最大の感染状況になるのは間違いないというふうに考えております。そして一方で現在の医療の状況を見てみますと、昨年秋に今後は感染者数のみでなくて、医療の逼迫状況により重きを置いた対策実施のタイミングなどの考え方が示されて、大きな枠組みがですね、変更になりました。で感染が急拡大はしておりますが、現時点で医療が逼迫しているわけではありません。ただオミクロン株についてはですね、重症化率等が現時点では非常に評価が難しいという状況でありまして、今後注視をしていく必要がございます。
まあ、ただですね、この、まあ、今病床に注目してますけれども、我々が想定しております医療提供体制というのは、入院医療の体制だけではなくて、宿泊療養施設で一定レベルの健康観察を実施できる体制であるとか、あるいは自宅療養者への十分なサポートが行える体制、そして入院以外の療養状況にある方、ホテルだとか、あるいは自宅にいらっしゃる方が体調急変したときに入院対応に切り替えることができると、迅速にですね、切り替えることができるといったことが可能な体制、これを意味しています。つまりですね、この全療養者へのサポート体制を維持することができるというのが必要でありまして、それは最終的には新規に発生する感染者数に依存することとなります。現在我々が確保している体制としては、ピーク時に1週間の1日平均感染者数が400人となる状況でありまして、その規模を超えて感染者が発生した場合には、仮に入院患者数が現在確保している病床数を下回っていたとしても、最終的には全体としてはですね、医療が逼迫をしてしまうという状況になりかねないと考えています。そこで医療提供体制の負荷回避に向けまして、早い対策を実施すべく感染レベルを2に引き上げます。でさらに国に対してはまん延防止等重点措置の適用を要請をいたしました。先ほど要請いたしました。国に要請した期間はピークアウトの後、病床使用率 50% を下回るまでの期間としております。まん延防止等重点措置の対象区域については、広島市、廿日市市、大竹市、府中町および海田町としております。今回の感染拡大では西部地域に偏りが見られておりまして、この感染拡大が全県に広がらないよう食い止める必要があると考えています。こういったことを踏まえまして、県民の皆様、事業者の皆様への要請事項でございますが、まずまん延防止等重点措置の適用の有無にかかわらず要請をする内容でございます。全県的にですね、外出はできるだけ削減をしていただきたいと思います。またまん延防止の重点区域として要請している地域、先ほどの広島市、廿日市市、大竹市、府中町、海田町がそこに該当いたしますが、この市町については外出を半分にするようお願いします。さらに20時以降の外出はしないでください。事業者の要請についてもご覧の通りであります。次に往来についてですが、まん延防止等重点措置が適用決定された地域との往来は最大限自粛をお願いします。またレベル2に相当の地域との往来も慎重に判断をしてください。当該地域、これは県外ですけども、当該地域については県のウェブページに掲載をいたします。県内においても、先ほど申し上げたようにまん延防止重点区域として要請している地域との往来、これは感染対策を徹底するなど十分に注意した上で往来をしていただきたいと思います。次にまん延防止等重点措置が適用された場合ですが、重点区域内の飲食店に対する要請を想定をしております。まん延防止等重点措置の適用決定となった場合、適用日から要請期間といたします。ここに例示がございますけれども、仮に7日に決定をされて8日から適用となった場合には10日までが猶予期間となります。すいません、8日から適用をされて、その際ですね、3日間の猶予を設けるわけですが、10日までが猶予期間となるということであります。そして第三者認証店、積極ガード店、ゴールド認証店かどうかにかかわらず、20時までの時短営業を要請いたしまして、酒類提供はしないよう要請をいたします。これはですね、現在のこのオミクロン株の拡大のペースがあまりにも早いということに基づく措置であります。
猶予期間を除いて期間の前日ご協力をいただいた場合には協力支援金を支給いたします。イベントにつきましてもまん延防止が適用となった場合には人数上限などの開催要件の変更を想定をしております。今回全県で県民の皆様へ外出の削減を要請をするといったことを踏まえまして、ご覧いただいております2つの事業の取り扱いを変更をいたします。まず県の観光誘客促進事業でありますやっぱ広島じゃわりにつきましては、1月7日以降県民および隣県居住者を含めて新規予約を停止いたします。今後レベル3に移行した場合にはすでに予約されているものについても利用を停止する方針としたいと思います。GoTo Eat キャンペーンについては同じく1月7日からの新規予約を停止をいたしまして、すでに販売済みの券についても利用自粛を要請いたします。その他まん延防止にかかわらず今行動いただきたい要請事項がございます。今会食クラスターが多数発生しておりまして、マスクのない場面での感染リスクが非常に高まっています。新成人の皆様ですね、この3連休成人式があるところもあると思いますが、残念ながらですね成人式が延期された方も多くいらっしゃると思います。そういう中でせっかくだからと、予定されていたご友人との飲み会などこれはしたいなということもあると思います。人生一度のですね機会で大変重要だというふうに思いますが、現在の感染状況であるとかあるいは食事の場面での感染リスクが非常に高まっているということを踏まえまして、今回はどうか延期をお願いします。最後に検査についてでありますが、体調が悪い場合にはすぐに病院を受診してください。無症状の場合でも、ご覧のような場合、年末年始に、大人数で食事をしたとかあるいは普段会わない人と食事をしたり長時間を過ごしたとか、オミクロン株が確認された地域と往来があったというような場合、この場合にはですね、すでに広島県のこの一部地域についてはそうなってますが、そういった場合にはですね、PCR センターか薬局で検査を受けていただければと思います。繰り返しになりますが、このペースで感染拡大が続くと、あっという間に過去最大の感染拡大というか、これまでにですね、日本の中で経験したことがないような感染拡大になる恐れがございます。拡大ペースが緩やかになったとしてもですね、過去最大になるというのは間違いがありません。そのためにですね、県民の皆様には今日から今できる行動変容を取っていただきますよう、今日から今できる行動をですね、取っていただきますようお願いを申し上げます。私からは以上でございます。それでは記者の皆様からのご質問を受け付けたいと思います。ご質問がございましたら挙手をして社名を名乗ってからお願いします。なお資料に基づくご質問の場合、資料のページ番号も合わせておっしゃっていただけますと助かります。それではよろしくお願いいたします。すみません、時事通信の中村です。確認なんですが、マンボウの要請はもうすでに要請したということでよろしいんですか？先ほど の本部委員会議の後直ちに要請をしております。わかりました。あと今回のコロナの感染なんですけれども、お隣の米軍岩国基地での感染の拡大がちょっと影響していると思われるんですけれども、先日すでに緊急要請されていますが、今回の岩国基地の感染拡大を受けて、県として、知事としてどういうふうに対応していただけるかという、改めてコメントしていただけるとありがたいんですが。いや、今後の対応ですか？今後の米軍岩国基地での感染拡大防止の対策などについて、今後の対応についてです。
はい、もちろんですね、この基地内での感染防止対策、それから感染者、それから濃厚接触者の、対隔離というかですね、それをしっかりと行っていただきたい、これは要するに我々が行っているものと同等のことをですね行っていただきたいというふうに考えています。ただ今もうすでにですね県内で、今日ちょっと今のこの発表スライドにはありませんでしたけれども、すでに県内のこの感染の8割が、オミクロンになっていますので、もう自律的に拡大をしているという状況ですので、この県内のこの感染拡大の防止というかですね、これを止めていくことに我々は注力しなければいけないと考えています。すみません、毎日新聞の小山と申します。まん延防止の、要請内容で伺いたいんですけれど、スライドの8ページのところで要請期間がピークアウトの後病床使用率 50% を下回るまで期間というふうにあるんですけれども、なかなかこれ予想は難しいと思いますが、県としてはピークアウトはいつ頃迎えて、でいつ頃までの要請となるか見通されているか教えてください。ですね、これはなんて言いますか、この飲食の時短などはですね、早くて週明けぐらいからになるんだと思うんですね。で、今日この発表させていただきましたけれども、今日この発表をもって、直ちにですね、行動変容が起きるというか、感染に対して、よりその防御を強めていただいて、夜の、会食なども控えるとか、具体的にはですね、例えば夜間人流が、我々市の中心部のを象徴的に見てますけども、それが大きく下がっていくといったようなことが起きれば、ピークアウトはですね、1月の、17日とか20日とか、それぐらいになるんじゃないかと思っておりますが、これがですね、11日、つまり、とか、それ以降ですね、その具体的なこの飲食店の、この時短などが始まった頃に、そういった行動変容が始まるとですね、したら、これはですね、ピークアウトが大きく、後ろにずれると、相当後ろにずれるというふうに思っています。分かりました。ここでもピークアウトというのは、その感染の高止まりという意味ですよね、新規感染者数の増加という意味でお間違いないですかね。高止まりというかですね、ピークアウトをして、それから減少に向かうということです。分かりました。あとですね、同じくスライドの8ページで、竹原市と秋太田町も、あと坂町ですかね、もう赤字になってますけれども、ここをまん防の、対象から外した理由を教えてください。人口規模が、まずですね、坂と秋太田については人口規模が小さくて、1人2人ぐらいのですね、感染者で、大きくこの人口10万人あたりの感染者が影響を受けるという状況です。それで現在継続的に感染者が出ているという状況ではないので、ここは対象地域から外しています。で、竹原については、これ以前、というか、以前というほど前でもありませんけど、いわゆるこの県東部の会食クラスターというのがあったと思いますが、その影響で非常に多くの、感染者数が、一旦出てます。ただそれは収まってまして、直近ではですね、連続した感染者が見受けられませんので、竹原は現時点では対象としていないと、つまり感染拡大の傾向がないという判断です。
すみません、あと2点ほど、まん延防止、今日要請されましたけれども、適用の開始時期について何か要望はされましたか。ですね、この我々が理解しているところによりますと、本日、明日と政府内で検討されまして、早ければ明日に決定をされると。で、明日に決定をされて、そうすると明日から適用になるのか、あるいはその土曜日から適用になるのかと、そういったタイムフレームだというふうに想定をしています。分かりました。では最後にちょっと確認で、今医療体制逼迫している状況にはないということですけれども、そのオミクロン株の影響が未知数なので、今後警戒を強めていきたいというか、そういった懸念もありレベルの引き上げに至ったということで間違いないですかね。はい、まず懸念してますのが、これだけ感染拡大が進むとですね、その病院であるとか、あるいは介護施設といったところにですね、入り込んでくると、そうすると非常にですね、重症化リスクの高い方々の感染が急拡大するという恐れがあると考えています。で、なおかつですね、先ほどもご説明したように、この病床数だけではなくて、このもう毎日1000人とか2000人とか出るようなレベルになってくると、それぞれの仮に軽症で自宅での療養となった場合もですね、一定の割合で例えば急変する人たちが出てくるわけですが、そのフォローがですね、十分にできなくなるといったようなことが起こります。それからもちろんその重症化率というのが、現時点で全然この何と言いますか、どれぐらい想定できるかっていうのが分からないんですけども、これは国の方でも情報がなくてですね、分からないんですが、海外で言われていることについても、決してその何と言いますか、そのデルタのですね、100分の1とかそういうレベルではなくて、何パーセント減、何十パーセント減とかそういったレベルで言われてますし、沖縄は若干すでに進んでいる状況ですが、そこでも一定の重症者あるいは入院加療が必要な人っていうのが出ているというふうに聞いてますので、今後ですね、感染拡大が進むと、やはり一定の割合、そういった治療が必要な方々が出てくると。で、それが出始めてからでは手がつけられなくなるということで、今からですね、今こうやって手を打っても、先ほどご覧いただいたように相当数の患者が発生をする見込みでありますので、今から対応していくという考え方であります。中国新聞の永久と申します。繰り返しになるかもしれませんが、県内のその感染の状況が全国で見てもその顕著な急拡大になっているという点について、その要因についてはどのように見ておられますでしょうか。そうですね、まずこの、きっかけというかですね、今オミクロンが要するに増えているんですが、これは岩国基地がある岩国市との関連が強く疑われる感染例があるということですね。で、それから当初はですね、会食クラスターと医療機関クラスターが発生したというところで増え始めているんですが、そういう中で、要するにオミクロン株が広がり、市中で広がり始めてしまったと。で、そのタイミングはですね、この年末年始のこの夜間あるいは昼間も人流が非常に拡大をしたタイミングだったんですね。で、規制による接触機会も増えていたといったような状況の中で、このオミクロン株が市中で感染を始めた、そういった条件がこの重なったということかというふうに思っています。すでにですね、積極的疫学調査で抑えられるレベルはもう超えているというふうに思ってまして、先ほども申し上げたように重症化リスクは低いと言われているとは言っても、この拡大すると、さまざまな医療提供体制を圧迫をしていくと考えられますので、まん延防止等重点措置を推奨させていただいた、そういうところであります。はい、
さらに加えてお聞きしますと、その岩国基地との関連についてはその後もその継続して、広がっている状況なのか、そのあたりを抑え込まれているのか、そのあたりはいかがでしょうか。いや、それは正直分かりません。分かりませんが、もう今や岩国基地云々というよりは県内で自律的に感染拡大をしていますので、その岩国基地を抑えたからといって、あるいは岩国関連を抑えたからといって感染が止まるわけではありません。むしろすでに相当市中で、蔓延している状況の中で、行動制限によってですね、感染を抑えていくほかないとこういった状況で、あると認識しています。分かりました。あと医療提供体制について確認なんですけれども、その政府はオミクロン株の全陽性者を入院させるという方針を見直すと表明していますが、県としてはそのオミクロン陽性者の入院体制についてはどのように対応されますでしょうか。はい、今後はですね、入院過料が必要な方をに入院をしていただくという方針に変更をいたします。で、入院過料が不要な方についてはですね、その他の療養者と同じ対応になる。基本的には宿泊療養施設に入っていただくわけですが、先ほどご覧いただいたようにですね、1日に1000人単位で発生すると療養施設、広島の全ホテルを動員しても収容無理ですから、自宅療養もお願いするといったような形になっていくと思います。あと、その運用というのは具体的にはもうすでに始めているという理解でよろしいでしょうか。ですね、現時点ではまだ入院してますが、今後ですね、そういった対応になってまいります。分かりました。あと、まん延防止措置の要請内容で11ページですけれども、認証店かどうかにかかわらず酒類の提供しないという、かなり厳しい要請だと思いますけれども、そうされたその狙い、理由について改めていいですか、できますでしょうか。先ほどご覧いただいたようにというかですね、この感染拡大のスピードですよね、この角度、これはあまりにも、大きくてですね、これは最大限、の措置を取っていく必要があるということと、それから感染の経路が現に飲食が中心になっていると、飲食店における感染もですね、非常に多いとこういう状況がありますので、こういった状況を踏まえて、その全ての飲食店にその時短をお願いするということといたしました。あと細かいですが、重点措置の適用にかかわらず要請をする事項については、これはもう本日からというか措置が始めるということでしょうか。はい、本日からお願いしたいと思います。わかりました。ありがとうございます。後ろから失礼します。 RCC の末川と申します。今日発表される新型コロナ感染者の数は県全体でどれくらいの見通しでしょうか。今日はですね、270人程度、272というふうに今考えてますが、現時点ではですね、これが明日以降感染拡大のペースが進めば2倍でどんどん増えていくといった認識でしょうか。そういうことですね。あともう1点確認させてください。今日午前中広島市で感染者の死亡例が1例確認されたんですけれども、これはオミクロン株によるものなのか、そうでないのかっていうのはいかがですかね。すいません、それは聞いてません。はい、わかりました。今後県内でオミクロン株による死亡例が確認された場合は、県としてはどのようなスタンスで公表していく方針なんでしょうか。オミクロン株で死亡された場合ですか。はい、現時点でちょっと方針は定まってませんが、関心も高いということであればですね、その旨公表はすると思います。ありがとうございます。はい、
すいません、 NHK 茂田と申します。2点お伺いしたいんですが、資料2の、評価と提言の中で、ワクチン接種をできるだけ前倒し着実に実施していく必要があるというアドバイスがあるんですけれども、これを受けて何か県として対応を考えていることがありますでしょうか。これはですね、まず、その市長とそれから国と、連携をしながらですね、できるだけ前倒しをしていくということと、県も大規模接種会場の設置を、予定しておりますが、それについてもですね、できるだけ前倒しをして開始をしたいと考えています。ありがとうございます。あと今日午前中市や町のお里オンライン会議が開かれたと思うんですけれども、この対応についてご説明をされたと思うんですが、どういった意見があったのかお伺いしてもよろしいでしょうか。ご意見というかですね、ご質問が多かったと思います。成人式の対応であるとかですね、そういったこと、あるいはこの重点地域の指定の考え方ですね、そういったことが主でありました。今後感染状況のについてですね、できるだけ、細かくその共有をしていくといったようなことが、要望としてはあったと思います。最後に確認なんですが、今グラフでも示されていますが、第3波、第4波、第5波とで今回となっているんですけれども、これは第6波という理解をされてしてよろしいでしょうか。これ難しいんですけど、広島県の場合には7波目なんですよね。だ全国的に言うと第6波の一部ということだと思います。ありがとうございます。後ろから失礼いたします。 NHK の有馬と申します。確認なんですけれども、国の基本的対処方針などを見るとですね、まん延防止等重点措置の際には、ワクチン検査パッケージによって、措置を緩めるというふうな、ことが可能だというふうな記載があるんですけれども、今回、適用された場合はワクチン検査パッケージを使ってのそういうふうな措置は考えていないということでよろしいのかという点と、もしそうであればその理由も改めて教えてください。ワクチン検査パッケージの適用については現在検討中です。で、先ほどご覧いただいたように、感染者のですね、現時点で6割はワクチン接種者であるということ、それから現在、この感染拡大が非常に急激に増えているので、これは早く食い止める必要があるということを勘案してですね、結論を出したいと思っています。確認なんですけど、それは適用が決まった際には改めて、もしワクチン検査パッケージを適用するのかどうかも含めて、改めて、県民の方にお知らせするということでよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。その他ご質問ございますでしょうか。すいません、後ろから失礼します。RCC の平田と申します。まず第一点、今後患者数がですね、急激に増えていった場合にですね、例えば6ページの資料で、1日の新規感染者数が、最大で例えば358人で、この場合の自宅療養者数が最大で580人というふうにあるんですけれども、宿泊療養施設であればですね、オンライン等で治療が可能だと思うんですが、これだけ358人で、580人という数字でですね、自宅療養者が増えた場合、どういったこう医療体制といいますか、考えてらっしゃるか、教えていただけますでしょうか。この表にあるレベルであると対応ができると思っているんですが、問題はですね、この表を超えるレベルになる恐れが非常に強いということですね。で、この表のレベルでおいて想定している対応っていうのは、もちろん健康観察であるとか、パルスオキシメーターの配布で、そのモニタリングをしていくとかですね、そういった対応で、何かあった場合にはですね、駆けつけていくと、そういった対応を、取るように、体制を組んでいます。
問題はこれを超える状況になってくる恐れがあるので、まあ、それについてはですね、今検討しているというところです。すみません、続いてすみません、まあ、現在のこの、県のまあ、レベルといいますか、レベルの判断の指標といいますか、これがですね、まあ、これまでの、まあ、デルタ株の、まあ、流行に、まあ、基づく指標だったと思うんですが、まあ、オミクロン株が広がってですね、まあ、想定以上に、まあ、感染者数が今後劇的に増えていった場合にですね、このまあレベルの見直しといったこともあり得るとお考えでしょうか。まあ、レベルの見直しというかですね、このレベルについてはその病床使用率をベースに考えていますので、その病床使用率がどうなるかという推移を見て、で 50% 以上であればレベル3ということにですね、まあ、なっていくとこういうことなので、そこはあまり変わらないかもしれないんですが、まあ、ただどのタイミングでどういう対策を行っていくかということについては従来のデルタ株をベースにしてますので、今回感染拡大のスピードが非常に速いので、まあ、場合によってはですね、もっと早く対策を行う必要があるかもしれない、まあ、これについてはですね、まあ、ちょっと現時点ではなんとも、つまりその母数はこう大きくなるんですけど、オミクロンは加療が必要な方とか入院が必要な方とか重症化される方の数は少ないわけなんですよね。ですからこの増える部分と減る部分と両方あって、これがどこにこうなるのかっていうのが現時点で全く見えないっていうのが現状なので、まあ、その現状を踏まえて、適切なですね、タイミングでの対策ということを行っていきたいというか、まあ、我々は今は、まあ、とにかくどちらかというと、まあ、もちろん保守的にですね、対策を今打とうとしているというそういう状況ですね。ありました、ありがとうございます。その他ございますでしょうか。中国新聞の方です。今回もまん防になればですね、飲食店の営業停止等を要請するということですが、まあ、これデルタ株ではまあ一定に効いてきたと思うんですけど、オミクロン株でも一応効果はあるという今のところ見通しでしょうか。先ほども申し上げたように、今飲食店というか、まあ、飲食でのこの感染が半分ぐらいを占めているという状況にありますので、これは一定効果があると思いますし、人流を減らしていくという効果も当然ありますので、そういった効果も期待できるというふうには考えています。ただそれ以外でももちろん感染が増えてますので、今後家庭内での感染とかですね、職場での感染ということも増えていく可能性はあります。あと間もなくというか、そろそろ学校も再開する時期なんですけど、学校への何か対策というのは今のところ考えていらっしゃいますでしょうか。学校でのクラスターというのも非常に危惧しております。で、学校についてはですね、もちろん衛生管理マニュアルというのがありますので、それを踏まえて対応していくということがまずベースにあるんですけども、場合によってはですね、場合によってはというか、これまであんまり休校っていうところまで行くところは少なかったかと思うんですが、学級閉鎖は当然として、その休校といったようなことも必要になる可能性があると思っております。まあ、そういう中でですね、学びの機会っていうのはできるだけ確保していきたいとも考えていまして、このオンラインで授業ができる、あるいは、まあ、分散登校するといったようなことのですね、準備を行っていきたいと考えています。あと、まあ、現在の感染状況を見ても、今後の予測を見てもですね、もうまん延防止を取り越して緊急事態レベルではないかと思うんですけど、その緊、まあ、今回まん防の要請ということですが、緊急事態への、まあ、緊急事態宣言への移行なりを国へ要請するおつもりはありますでしょうか。
まあ、このままのペースで増加をしますと来週にはですね、人口10万人当たり40を超えてくるといったような状況になりますし、入院治療が必要な方も増加をするのではないかと思ってますので、まあ、近日中にはですね、感染レベルが3になって、まあ、これは緊急事態、というような事態になっていくというふうには考えています。ただ、まあ、現時点でですね、この東部とか北部ではあまり、急拡大をしていませんので、まあ、これについてですね、できるだけ、まあ、可能な限り地域的にはこう何て言いますか、囲い込みたいなというふうには思っているんですが、まあ、なかなか難しいかもしれません。先ほどもちょっと出てました、第6波を想定した医療なりホテル、病床なりホテルの確保数ですけど、これをさらに拡充していくということは今回考えていらっしゃいますか。ですね、当然それは考えるわけですが、まあ、それをやってもですね、まあ、どこまで、持つのかということがありますので、その病院とそれからホテルだけで対応するというとは違った考え方をですね、取る必要があるというふうに思っています。で、具体的にどういう対応にするのかということについてはですね、まあ、早急に関係者と協議を行って、まあ、具体的な対応可能な体制について検討していきたいと、まあ、現在も検討しているというところです。その自宅療養とかにも関係すると思うんですけど、その政府が配り始めた飲み薬ですけど、県内への配備状況というのはどのように今、把握していらっしゃいますか。一応ですね、県内 の、 対応病院であるとか薬局にもですね、配備をされています。で、その数が、まあ、足りるかどうかっていうのは今チェックを行っているところです。あと最後にもう一点、医薬機器の関連でお伺いしますけど、先日緊急で要請されて、まあ、適切な情報提供なりも求められたわけですけど、基地側からの反応というか、まあ、返事という、まあ、対応をしたとかにも何かありましたでしょうか。現時点では報告を受けてませんが、担当はいないか。いや、すいません、ちょっとまだ来てないと思います。すいません、朝日新聞の平田と申します。今岩国基地の緊急要請の関連でちょっと追加で質問させていただきたいんですけれども、現状その岩国基地からの、 情報提供っていうのはどの程度あるものなのか、それが全くないのか、あるとすれば一体どういったペースで、どのくらい頻度で情報提供があるものなのかということと、あとはその、まあ、適切な情報提供を求められているということですけれども、現在のその岩国基地の、まあ、情報提供のあり方についてですね、知事のお考えというのを教えていただければと思います。今岩国基地の方で公表されている情報以上のものはですね、提供されていないという状況ですね。で、まあ、具体的に言うと感染者の人数であるとかそういったことを公表されていると思うんですけども、行動履歴であるとかですね、オミクロン株なのかどうかとか、まあ、そういったことは提供はないという状況です。情報提供のこの、まあ、岩国基地の姿勢といいますか、について知事の方から、まあ、要請、適切な情報提供を要請されているということでありますから、まあ、どういったあり方になってほしいというような求められることになるんでしょうか。はい、この感染症というのは何て言いますか、岩国基地とかなんとか関係なくですね、まあ、影響が及ぶものですよね。まあ、ですからここは共同してしっかりと抑え込まなければいけないということでですね、まあ、そのためにはやはり適切な情報というのが必要ですし、感染対策についてもですね、我々が行っているような感染対策をしていただくということが非常に重要だと思います。ですから現時点でそういった対応になっていないのはですね、非常に遺憾だと思いますし、
今後ですね、こういったことが繰り返さないようにですね、これは国を通じてということも含めて求めていきたいと思っています。ありがとうございます。その他ございますか。すみません、共同通信の平藤です。これまでですね、ですと県が例えば緊急事態宣言だったりまん延防止措置要請してもなかなか通らないというふうなこともあったと思うんですが、今回報道ベースではその国側がですね、要請があれば適用を検討するというふうな形で、事態が進んだと思うんですが、国側の対応について今回、知事が感じになっていることがあれば、お願いします。そうですね、今回結論がちょっとどうなるかっていうのは我々まだ分からないんですが、というのも両方ご意見があるというふうに伺っています。ただこの状況なので、というか今後の予測っていうかですね、これも含めてご覧いただくとですね、適切なご判断いただけるんじゃないかというふうには思ってますが、両方というのはその適用するということもしないということも両方意見があるというふうな。そうです、ね、そういうふうに聞いています。わかりました、ありがとうございます。その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして、会見を終了します。ありがとうございました。